藤並駅は、和歌山県有田郡有田川町大あざ王ょにある、西日本旅客鉄道規制本線の駅である。かつては、有田鉄道の有田鉄道線が当駅から出ていた。現在は特急、黒潮の一部が停車する。旧駅舎有田鉄道乗り換え鉱石藤並駅の場所には、元来、有田鉄道の路線が付設されていたものの、ここに、駅はなかった。 帰省再選が、キー宮原駅から東駅までの延伸されたのを機に、東駅は1926年8月に開業した。有田鉄道は、帰省再選との接続を図って、同時に、藤並駅を、帰省再選の駅の隣に開設したため、開業当初から、有田鉄道との接続駅であった。第二次世界大戦で、日本の配色が強まると、 二つの鉄道が湯浅と藤並の間で並存しているという状況が好ましくないとされ、1944年12月に有田鉄道の藤並駅から湯浅駅を経て海岸駅までが不要不急線として休止され、その後1959年4月に正式に廃止された。一方で有田鉄道は1950年4月に 当駅からキーユア駅までの帰制本線への乗り入れを開始した。しかし、しがらき高原鉄道列車衝突事故発生後の1992年12月1日に、有田鉄道は帰制本線への乗り入れを中止した。さらに、2003年1月1日に、有田鉄道は廃止された。2007年頃から、駅舎の建て替え及びホームの延長、改良工事を開始した。 2008年3月15日のダイヤ改正により、当駅は特急停車駅に昇格し、新駅舎の使用も開始した。ホーム富士並駅は相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。ただし分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。2008年に、京城駅となり、東西に出入り口ができ、 東西両口は自由通路で連絡している。それ以前は、和歌山方面行きホーム側に、木造平屋建ての駅舎があり、反対側の五棒方面行きホームへは、古戦橋で連絡していた。当駅は、五棒駅が管理し、JR 西日本メンテックが、駅業務を受託する、業務委託駅であったが、2021年7月1日に、受託が、 JR 西日本交通サービスに変更された。東口2階部分に緑の券売機プラスと新型タッチパネル式券売機1台及び改札口が設置されている。東西両側の1階に待合室が東口2階にも展望待合スペースがある。東口の1階部分には有田川町観光案内所が設置されている。また有田川町では 絵本の町おこしを目指した取り組みを実施しており、その一環として、西口2階には、入館無料の小さな駅美術館、ポンテデルソンヨがあり、主に童話絵本の原画を1ヶ月間区切りで展示している。なお、廃止された有田鉄道のレールが放置されていたものの、駅改良工事の際に撤去された。その後、切符売り場ホーム、安全確認用ミラーも撤去された。 これらの跡地は、東口の駅前広場、駐輪場、有田鉄道線跡を利用したサイクリングロードの一部などに活用されている。近年の1日平均乗車辞任は以下の通り、駅前にはからくり時計が設置されていたが、撤去された。また、かつては藤並駅の近くに蒸気機関車が生体保存されていたものの、2010年2月に、 有田川町鉄道公園へ移設された。ありがとうございます。